とにかく走りを上質に。ここがもう少しスポーツプラスになるとさらにグラッとした動きとかが実際に走らせると。今日は一部改良されたレクサス LC500 に試乗しています。ラブカーズ TV 川口学です。まあ、レクサスは今回 LC にコンバーチブルを追加したわけですけれども、それに伴って一部改良を受けたのが特徴ということになります。搭載エンジンはもう5リッターの V8、 これは非常に貴重なエンジンですけれども、ここに変更はなくて最高出力477馬力、まあ、一部改良入って足回りかなり手を入れたというのが今回の特徴です。で、今走り出しましたけれども、もう走り始めた瞬間から本当にしっとりとした印象が強くなったなという、そこが驚きです。ちょっと別のキャラクターになったかと思うぐらいのすごくしっとりとした路面とのあたり動き出し、こういったところが実現されていて、タイヤが一転がりした瞬間からおーっていう感じがすごくありますね。これは大きいところです。で、とにかくバネスタの悪さしているものを徹底的に改善したということで、例えばサスペンションのロアアームをアルミ化したりとか、リアのスタビライザー中空化したりとか、で21インチのディスクも軽量化したりとか、結構いろんなことを細かくやってます。そして ABS の制御ももちろん変更してますし、パワーステの制御も変更してますし、考えられるありとあらゆるところに手が入っているというふうに考えていただいていいと思います。そしてとにかく走りを上質に気持ちよく感じられるように磨き上げていくということをじっくりじっくり丁寧にやってきたという感じですね。で、一方で実際に走らせると、それがゆえに車の位置決めが少し曖昧な感じがするところがあったりとか、リアのタイヤのしっかりこうビシッと定まった感じがなくて、ちょっと直進が曖昧に感じるところとかありましたけれども、これ改良で改善されてきました。それで昨年乗った時には、あ、また変わったなという感じありましたし、そのモデルは数ヶ月前に皆さんにもお伝えしたわけですけれども、そこからさらに進化を果たした LC というのが今回のモデルということになります。サスペンションの伸びのコントロールとかも減速力変えたっていうふうに資料に書いてありましたけれども、とにかくボディのコントロール感がすごくいいですね。非常にこう路面の変化によって車のボディが動くものを足がしっかりとコントロールしきっていて、気持ちよく車を動かしてくれる感覚というのが増してますね。これはちょっと驚きです。走りのバランス相当いじったなっていう感じはやっぱりあって、そこはもう違いとしてすぐに感じるところですし、ある意味なんかこう別のキャラクターを思わせるような、そんなところすらありますよね。パワーステアリングの打感もかなりいいです。以前のモデルだとちょっとこうパワーステのマス感があって、動きに残りが出るような感覚というのがありましたけれども、そういったところもかなり抑えているなっていう感じで、すっきりと動くものを実現してますし、そのハンドル動かした操作に対する車の動きもこれまで以上にリニアな感覚を実現していますね。このね、10速 AT がすごいやっぱいいですよね。ほんとシームレスな感じとダイレクト感と、そしてトルコン AT ならではの滑らかな感覚を両立しているこの感じがとてもいいです。で、ノーマルモードでも今聞いていただいたような感じの音を発するわけですが、これがスポーツプラスになるとさらにサウンドは気持ちいいものになっていくというところですね。スポーツプラス、いやー、いい音響いてるな。この辺りはさすがという感じですね。この5リッターのV8、非常に今や貴重なものになってますけれども、まさにこの LC でこそ味わえる気持ちよさというものになってますよね。やっぱどこか LFA の V10 を思わせるような、やっぱり LFA の V10 の方が当然綺麗なんですけれども、あれを彷彿とさせるような方向が実現されてるなっていうのは感じますよね。その良さがすごくありますし、この LC、ラグジュアリークーペなので
スポーツプラスにしてもサスペンションは著しく硬くなるわけではないので、やっぱりこの上質な感じの乗り味のままこの音が味わえるというのもすごくいいところですよね。バネシタの質量を今までよりも 3.7 キロ軽減してるっていうところがあるんで、やっぱりこう段差の通過とかで動くような動きでの、まあ、重さの重いがゆえの残りみたいな動きの残りみたいなものが消えてるというところはありますね。だいぶ軽減されて、それとショックアブソーバーの伸び側の減衰力の調整を行ったりとか、また AVS の伸び側縮み側それぞれで調整を行ったりとかしているので、こうしなやかに路面に通じするような感覚というのはかなり生まれているなという感じがあるし、ハンドル操作に対して車がこう動いていく感じの意味合いさというのはもう以前よりはるかに高いものになってますね。でアクティブコーナリングアシストとかも入っているので、今までよりもより対等性とかも上がっているというところで、なんかね前に比べるとだいぶしっかりしているのに質が高くなって、伸び縮み動きがトロッとした感じになって、ああなんか質高くなったなっていう感じがすごくありますよね。常に位置決めがしっかりしていてっていう感じがあって、だからコーナーに行く時もビシッとリアがなんかこう定まってる感じっていうのがあるなっていうところを感じますね。ここはなんかだから今までより全然いい感じですし、今まではそのリアタイヤの位置決めがうまくわからなかったところがあったんで、特に直進の時にまっすぐ走ってるのにどことなく座りの悪い感じっていうのがあったんですけれども、それもなくなってるので、そこはすごく安心して乗れるところですし、高いベースでバーンと突き進んだ時にビシッと決まった感じが出てくるので、車自体のすごくいい直進感を持ってるというか、それがピタッと決まってる走りの良さにつながってるかなというふうに感じますね。そういう意味で相当進化したなっていう感じがひしひしと伝わってくる、そんな仕上がりの1台になってますね。あとこう普通に走ってる時の路面との吸着感相当上がってますね。やっぱりこのサスペンションの伸び縮みで布を変えたりとかバネした軽くしたりとかいろんなことやってますけれども、それによって質の高さは向上してるのはもちろんなんですけれども、それに加えて普通に走ってる時のこの置かれ方の良さがすごい出てるんですよね。人って置かれてる感じがあるので、ここはレクサスの方々も狙ったところだと思います。なんかね、絵も言われぬ吸着感があって、これがねすごく気持ちいいんですよ。それはなんかビタッてくっついてるんじゃなくて、本当にスッと置いた感じなんだけれども、ちゃんと設置してるところがビタッとついてる感じというのがすっごくいい感じです。大きなジョイントとか段差ではそれなりにやっぱりビシッと動いちゃいますけれども、それ以外の面での鳴らし方がすごいですね。ここも結構つぶつぶがあるところではありますけれども、それを自らが鳴らしているような感じの少ししっとりしたフラット感みたいな感じのものがありますね。何気ないコーナリングもすごく綺麗に気持ちよく決まっているところがまた進化の大きなところだなっていう風に感じますね。パッて乗ってすごくしっとりしていて柔らかな感じがあって、かなりラグジュアリーだなって思うんですけれども、でも一方でペース上がってくるときっちりと直進も出るようになってますし、むしろスピードが上がってくるとサスペンションのそのしっとりした感じが1決めのしっかり感にも変わってくるので、これで以前よりもはるかにきっちりとしたコーナリングが作り上げられてるなっていうことを感じるところですね。でタイヤもミシュランのパイロットスーパースポーツですけれども、通常パイロットスーパースポーツだったらもっと音も結構入ってきて、それなりに、スポーツタイヤだからしょうがないよねみたいなところもあるわけですけども、そのあたりもしっかり抑え込んで、もう本当に静粛性の高い室内にエンジンの気持ちいいサウンドだけを響かせるような、そんな
環境も作り上げられてますし、だいぶなんかこう一部改良と呼ぶには相当大幅に走りの味わいは変わったぞとお伝えすることができる、そんな進化ですね。これは非常にいいと思います。じゃあこれで、まあ、LC 完璧になったかというところですけれども、個人的な好みとかもうちょっとこうしてほしいとかいうリクエストという部分において言うと、このパワーステですね、まあ、以前はもっとこのマス感が強くてちょっとこう動かした時の重さの残りとかが出ちゃったりとか、そういう部分があったんですけれども、今回の一部改良によってそれはだいぶ払拭されたなという感じがあります。ですがやっぱりふとした瞬間にややちょっとこの辺りのマスのなんかこう残りみたいなものが出たりとか、そういう部分が少しあるので、ここがもっと変わってくるとすごく良くなるんじゃないかなというふうに感じます。で、現時点でも回した時の周方向に対するその動きのしっとり感とか、それと同時に軽やかで素直に回る感覚というのは作り込めているのは間違いないんですけれども、そこにステアリングのシャフトがもっとビタッと決まっているような感じの印象が加わると、これは相当にいいものになりそうだなという感じはありますよね。なので現状だとこうハンドルが結構軽く滑らかに動いてしまうので、こうやって動かした時に少しこうやっぱり動きの残りみたいなものが出ちゃいますよね。ここだけなくなると本当にいいなっていうふうに思います。多分コーナリングしてこの点出してっていう時のこの時のちょっと抑えみたいなものが欲しい感じはありますね。スッと切っちゃうとグッと車が気持ち悪いロールが出てしまうぐらいのこう力が出ちゃうので、リニアに動かそうとしてる感じっていうのは作り込みはなされてるんですけれども、ちょっと逆にそこを意識しすぎて抵抗なく早く動かしちゃってるので、グラッとした動きとかが割と出やすい感じになってきてるのかなっていうことはありますよね。これはでもなんだろうな、綺麗に軽く素直にリニアに動かそうとしてる努力があるのはわかるけれども、早く動かすとグッと無理な動きになってしまうところがあるので、この辺りがちょっとタイトすぎるのかな、なんかかなりこうボディの遅れにもなってきますよね。だから小刻みにこうやって動かすと反応はするんですけれども、右に切って車がグラッと動いたのが、左に切った時にはまだグラッと右に切った時の残りがあるみたいな感じの、こういうマス感がやっぱり出てるんで、これ単純に左方向に切ってた時も結構スルスル手応えなく切れてっちゃうので、思ったよりもグッとこう入っていくような感じになっちゃってるので、ここがもう少し抵抗感というかそういったものがついてるともっとリニアになるんじゃないかなっていうところはありますよね。レスポンスの良さっていう意味ではすごいレスポンスいいんですけれども、結構自分が操作しているよりも早く動いてる感みたいなのが少し出てるかなっていうところあります。ここでも難しいな、もうちょっと重みをつけたら重みをつけたでしっかり感が出るし、キュッと切った時にそんな早く動かないような抑えにはなると思うんですけど、逆に今度は切れちゃった時に反対側への重さの残りが相当出ちゃうので、余計に気持ち悪くなっちゃうところなのかなっていう気もするし、この時のねじりの時にもう少しいい抵抗感があるとなおよろしいのかなという気がします。足はやっぱり相当そういう意味で良くなりましたし、ビタッと来てるので、あとは本当にここの感覚なんだろうなっていうふうに思います。はい、というわけでレクサスの LC クーペモデル試乗してきましたけれども、かなり走りは変わって上質さは相当高くなったなという印象を受けました。ただ一方で気になるところは、このハンドル周りのこの感触っていうのはもっと多分ビシッとした感じになるんじゃないかなというふうにも思います。というわけで最後までご覧いただきどうもありがとうございます。チャンネルを登録いただければあなたの次の愛車が見つかるかもしれません。そしてラブカース TV では取り上げてほしい車企画ございましたらコメント欄にリクエストいただければと思います。それではまた別の車でお会いしましょう。ラブカース TV 川口学でした。